こんにちは。ウニのラウンドコールについてのお話があって思い出したのですが、無印稼働前のテスト版などでは本稼働後のラウンドコールとは違ったものが使われていた覚えがあります。あれはなぜ変わったのでしょうか。やや激しめのテンションで雰囲気にそぐわないみたいなやつなのでしょうか。あとあれも高田初美さんなのでしょうか。ファーストクローズディバイドみたいなやつが最初期のやつであって、あれはね、あの声優さんですらなかったはず。そのまあ、ちょっとラウンドコールみたいなのちょっとできますよぐらいの方にその急遽お願いした形のやつで、そのキャラクターのとかアニメとかの声優さんとかではなかったはずですね。でそもそも確かあのタイミングってキャラのボイスってなかったはずなのよ。キャラのボイスなくてないんだけど、ラウンドコールぐらいはと、なんか入れてみねえみたいな流れだったはずです。確かあれ、ライトさんの知り合いじゃなかったかな。知り合いというか、のつながりで紹介してもらった人だったような気がしないでもないですけど、その、なんだろうな、SE とか、その、BGM とかの発注の一環として、なんか、ラウンドコールのボイスもっていうのがあったんじゃなかったかな。まあ、だけど、やった後に、まあでもやっぱりラウンドコールボス役の人にやってもらった方がいいかなみたいな話もなって変えたとかだったはずです。まあでも世界観というか雰囲気的にもな、今のやつの方が俺合ってると思うし、っていう感じですかね。まあこのラウンドコールちょっと聞いたことない人だと何の話やらって感じかもしれないんですが、割と昔は、違うボイスになっていたって話ですね。まあ超昔ですけど10年ぐらい前の話、2012年か11年とかなんかそれぐらいのやつだねとかの話。ああ、昔のゲームの声優を開発スタッフがやってみたいな話。ぷよぷよは社長がやってましたもんね。確かに。まあでもまあそんな感じで、まあ言ってしまうと、ちょっとその場しのぎ的なラウンドコールだったのは事実なので、いろいろ考えた結果、今の形に落ち着いたという感じです。はい。お便りいただきありがとうございます。まあでも、ボイスをもらえたおかげで、なんていうのかな、その、ゲームっぽいというか、いい感じになったので、あのボイス自体にはすごい助かってるんですけど、最終的にはちょっと変わっちゃいましたね。